んにちは、カプリショーです。今回はですね、こちらのキューブを作っていきたいと思います。15センチ角の折り紙を全部で4枚使った作品です。組み立てるところが少し難しいですが、それでは早速作っていきます。
までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。